皆さんこんにちは、森有です。はい、今日の動画は特別バージョンになります。この間、ディズニーに12年ぶりに行ってきたよっていうあの動画を出したんですけれども、それのアメニティバージョンでございます。で、この間動画で撮ったやつを流せてたら、流そうかな。でもここら辺に出せたら出しておくんですけど、まあ、こんな感じのルームになってて、あのシンデレラルームなんですけども、シンデレラルームだからこんな豪華なの。そう、泊まったこと私本当に12年前にも泊まってなくて、だから泊まったのが20年ぶりぐらいなんですよ。それも全然記憶ないの。もう何歳だって、3、4歳とかよくわかんない、5歳行ってないぐらい、20年以上前なのでわかんないんですけど、とりあえずこんな結構なんか炎上した感がてかいつもとあんま変わんないよね。いつもとさ、あの髪の色がさ一緒だからさ、ちょっと色落ちてきちゃったからシルバーっぽくなってるんですけど、で今日は本当に歩きやすい格好で来たので、なんかもういつものロリータではなくて全く真っ白な感じで来たんで、ちょっと色合いがねちょっと寂しいなと思ってこれ着てレビューしようと思うんですけれども、いつも前置きが長いっていうことで、ちょっとね今1分程度のところでちょっと前置き長くちょっとカットして、あのアメニティに行きたいと思います。多分まず一番最初、はい、こちらのコップはこれ持って帰っていいやつらしいよ。思い出と一緒に持って帰ってねって書いてあります。こちら、まあこちら今日は、まあ、使ってしまうんですけれども、バスビーズになります。じゃん、すごい、クレンジング、こっちからクレンジング、メイク落としで、リフトモイストローション、そしてリフトモイストエマルジョン乳液で、こっちが洗顔フォーム、すげえ豪華だ。エリクシールじゃないこれ、有名な資生堂ですね。すげえ、資生堂が置いてあります。そしてこれなんだ、これなんですかね、歯ブラシかな、ブラシ2本、まだこれ未開封なのでちょっと開けないでおきます。ではですね、次はこれ櫛だね。てかまずさ、ここにさ空気清浄機あるのがすごくない？まあ普通今結構ホテル置いてるけどさ、これあれだよ、ナノイーでしょ、絶対ナノイーだよ、ほらナノイーだよ、ナノイー、あ今鏡に向かって、ナノイー、ナノイー、すごくない？あ、普通のだ、普通のちょっと豪華版のやつ、わかる？なんかさ、なんていうの、ビジネスホテルとか私結構すごい泊まってたりとかして、わかる？絶対見てる人の中ではね、あーわかるって人絶対一人いると思うんですけど、なんかこういう折りたたみの本当のパタンっていうガラケーみたいなやつと、なんかね種類が分かれるんですけど、これちょっと豪華版というか、キメがさこうちょっと粗くて溶かしやすいってやつ、ウィッグとかにも使ってる私、このキメの粗いやつ、ほらわかる、この櫛でどんだけ硬んだよと思うけど、マジで違うから、本当にシンデレラルームが高いからこれが高いとかそういうことじゃなくて、あの品質的な問題というか、私がただ単にこの櫛が好きで高まってるだけなんで、そこはちょっと関係ないんですけど、これが気になるんだよな、これ何なんだ、あーね、はいはいはい、シェーバーじゃないかな、シェーバーですね、私開けていいのか分かんない、シェーバーですね。しかもさ、またまたまた、分かる分かる分かる、これもさ、これも分かる人と分かる、なんずあ分かるって思う人いると思うんですけど、太いここの部分が持ちやすい、あのすっごい短いというか、あれなんですよ、なんていうの、あのそのビジネスホテルだとこれがまず短くて、そして細くて持ちにくくて、そしてなおかつここの反る部分が、なんていうの、へな、なんていうの、なんかこう平行になって、なんかこう反りづらくて、これ絶対反りやすいやつだ、言うて私が別に反るわけじゃないけど、いいね、男の人いいな、これがちょっといいなと思ったんで、シェービングジェルついてんだけど、やばー、こっちよ、じゃん、アメニティキットです。はい、オープン、ポン、はい、コットンとゴム、
と、なんだっけ、あ、綿棒、名前出てくれなかった、綿棒と、あ、ヘアキャップ、よいしょ。これはだから女子用だね。やっぱシンデレラルームだから女子用にできてるんだろうね、アメニティが。だって男子用1個しかないもん、これしか。私すごい可愛いなと思ってたのがね、じゃーん、じゃーん、わわわわわわ、アングルが変わってたのか、すいません。今事故が起こって後ろにちょっと倒れちゃいました。これ、これ可愛くない？これ可愛いと思って。ほら、めっちゃ可愛くない？これボディシャンプーと、あ、これ持って帰っていいの？普通のシャンプーと、そう、コンディションで、これも持って帰っていいんだって、これ。あら、よかったね。全部持って帰っていいやつ、これ、ここに置いてあるやつ。それはあの、あれにしよう、はい、歯磨き用にしよう。歯磨き用？え、絶対歯ブラシ落ちちゃうからやめな、うん、はい、ということで今日はアメニティの紹介。ちょっと待って、これ寝かせられるかな。こんな感じで全部アメニティが揃いました。宿泊費については調べてみてください。バイバイ、あ、逆だった、バイバイ。モリアリとこうちゃんです。こうちゃんです。あ、終わりなんですけど。モリアリとこうちゃんでした。バイバイ。今日もご視聴ありがとうございました。この動画がいいなと思った方はグッドボタン、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。コメントもしてください。ここら辺にチャンネル登録出てます。そして過去の動画はここら辺に出しておきます。チャンネル登録してね、チャンネル登録してね。チャーチャー、あー、もこもこする。めっちゃ膨れてる。じゃあじゃあ